そう、意識すると間違うのよ。別れ、別れのテープは切れるものだとなぜ気づかなかったのでしょうか。コードのアルペジオ見てますね。スタンド。力走してるとこ映してやれ。いやこのカメラはいいですな。え、オリンパス、あ、これ、え、OM1、 あ、これがですか。お、これはまたすごい200ミリ。いやこれはまた軽さが際立つというか手に馴染むんですよ。いいよ、乗りたい乗りたい乗りたい。映った。ぶつかってる。曲がるな。大丈夫だと思うね。ああ、やばい。ああ、だ、森くん、やめて。ねえ。Yeah.
ことは忘れて笑いなさい笑いなさい君には笑顔が似合う笑いなさい笑いなさいバカなピエロがいたと笑いなさい笑いなさい僕にはピエロが似合うないよ。
間だろう。僕についてのことが終わったので
次はみんなに一人ずつ自己紹介をしてもらおう。はい、そちらから。お、どうなんて言おうかな、困ったな。名前は山田太郎でありまして、趣味は、いやいや、俺が西高に入れたなんてまるで嘘みたいだ。おう、俺なんてもう諦めてたから、当然追随してからとやることになると思ってたよ。しかし、またまた同じクラスになるとは。やはり俺たち縁があるんだ。そうだな。しかし俺としては山口純子と一緒のクラスにならなかったのが残念だ。おう、俺はそうすれば鍵だぜ。こんにちは。こんにちは。また同じ学校ね。これからもよろしく。ところで二人とも空手部に入るの？うん、しかし西高は空手部がなくて空手同好会なんだ。少し貧しいが、やはり空手は好きだから入れた。それじゃあ頑張ってね。さよなら。な、なかなかいいべや。お前、山口の話はよそだよ。ところで空手同好会ってはどこにあるんだろう。今ダメ？ダメになっちゃいないな。そうか。はい、次。すいませんでした。何謝ってんだ。さあ、自己紹介をしろ。紹介。名前は涙もろと言います。僕、泣け泣け。趣味は空手。みんなによくブルース・リーに似ていると言われます。将来はあの人のような空手の大スターになるつもりです。ああ、今の聞いたやつ。どうしてこうお父さんからやるんだろうなーってね。はい、名は大山三四郎です。趣味は先生の南座君と同じ空手。中学時代は一緒にやってました。今僕は初段程度ですが、これからも練習を積み、将来日本の空手界でそして立つ人物になりたいです。マルネットとえらい違いね。一緒にやってたなんて信じられないわ。あ、聞こえた。俺はモテるんだ。新入生には余興をやってもらうのが毎年の行事だ。なんかやれ。はい、俺得意なんです。アメリカのフォークナーの言葉を一発いきたいと思います。私は人間に終わりが来るということを認めない。私は人間は単に流れるだけでなく広がるだろうと信じている。人間は生物の中でただ一人無尽蔵に自己の意思を表明する力を持つという理由からでなく、人間は魂、すなわち生きている情感と。いや、ちょっと待ってください、聞いてくださいよ。いや、もう分かった、頼むからやめてくれ。いや、そんな、僕は歌も下手だし何もできなく、とりあえず空手だけなので、ここのレンガを手で割ってみようと思います。やったぜ、おい。いや、何、レンガの一つぐらい俺だって。さあ、あっ、洞窟は下駄箱に入ってなかった。きっと盗まれたんだ。しかし、新品だったのに。本当か、よく探したか。どこも探しようなんてないじゃないか。そんな、そうだな。スリッパ借りてくるか。じゃあ付き合ってくれよ。うん。おい、上靴はどうしたんだ。忘れたのか。そんなもん履いて体育に参加するなんて気持ちが足るんだぞ、おい。ちょっと靴脱げ。貸せ。
こうなったのも俺の上靴を盗んだやつのせいだ。ああ、恥かいた。うん、悪かったな。どうして誰がやったかわからないんだ。こうなったらこの腹いせに下駄箱の上靴どんどん隠してやる。本当にやるのか。やるさ。そうでもしないと腹の内は収まらないよ。もちろん協力してくれるだろ。ああ、しかしな。よし、決まった。捨てたらすぐ見つかるだろう。いいとこあんだよ。誰も気づかず燃えてしまう。これでスーッとしたか。まだまだ手ぬるいよ。お前も今日もやんのか。おう。お前気すまねえや。お前だったろ。冷たいこと言うなよ。お前何やってんのよ。歯切ろよ。あ、もういいよ。ケットからこれよこれ。何？ついにやったのか。お前少しエスカレート好きじゃないか。なんでそんなの。もうあのことは関係なし。見つかることはないし、欲しいものも腕次第で手に入る。捕まらなきゃ悪いことはないさ。欲しいものがあれば持ってきてやるぞ。そりゃ捕まらなきゃいいだろうが、回を重ねるうちに必ず捕まるよ。この前廊下でこぼした上靴、先生に見つかり上靴盗難が全校的に問題になってる時じゃないか。焼却炉の紙袋の中の靴も見つかったって言うぜ。やばいやばい、もうやめた方がいいと思うかな。そいつはやめるさ。万引きもやめろよ。いいじゃないか。何にもいくないよ。やめろったらやめろよ。そんなに怒るなよ。分かった分かった。本当だろうね。ああ、ちょうどいい。正直に答えてほしいんだけど、昨日のアセンブリーの時間、大山体育館にいたかい？なして。昨日のアセンブリーの時間に木村君のカバンの中の財布が抜かれたんだ。1万円ぐらい入ったそうだよ。ところがその犯人が大山らしい。目撃者がいるんだよ。どうなんだ。どうなんだよ。昨日、木村の財布がカバンから抜かれたことについて、今朝、クラスの2、3人が僕のところに言いに来た。すでにクラス中の噂になっているようだが、証拠は何もない。疑われる本人が傷つくだけだ。つまらん話はやめるように。私見たんです。昨日のアセンブリーで、途中で気分が悪くなり、
保健室に向かったんです。するとその時途中でこの教室に大山くんが入るのを。大山らしいというだけではっきりしないのだろう。みんな早とちりするな。大山、昨日のアセンブリの時間は確かに体育館にいたな。あいつが犯人だ。黙ってろ。大山はっきり言え。何も言わないと疑われるだけだ。先生は信じている。さあ。先生、僕は確かに昨日のアセンブリの時間、大山君がいました。は、確かです。本当だな。よし、みんな分かっただろう。勝手に人を疑ってはいけない。これからも注意するように。ところで今日の授業だが、ありがとう。よく今日は言ってくれた。やっぱりお前がやったのか。やらないと言っただろ。いや、ごめんごめん。どうしても欲しいものがあってな。いや、これが本当に最後。許してくれよな。本当だぞ。ほら、お前ら何やってんだ。さっさと出してこい。I know the Batovana.ナミヤ、どっかに寄せるか。なんだおい、どうなってた。お前のようなやつは。あった、やばい。あった。ナミヤ、大丈夫か。
明日は山口さんちの誕生日だ。これくらいですか？これ2200円ですよ。ちょっと高いな。これなら2000円なんですよ。ちょっと高いんだけど。こっちは？そうね。これなら1600円ですね。あー、まだもっとしたいな。ご予算はいくらぐらいなんですか？実は350円ぐらいなんです。それでしたら、はい、これ。ありがとう。あなたも私のバースデーを覚えていてくれたのね。他からも誰かもらったの？知らないの？大山くんがくれたわ。何だな、あの野郎、気がねえようなこと言っていて。え？いや、そっちの話。ところで、さっき大山くんの開いて驚いちゃった。外国製のオルゴールで1万円はするのよ。何？それで大山くんに、そんな高価なものいただけないこと話すと、おじさんの水死にやで、同じものが家にあり、いいからっていうの。もらっちゃったんだけど。あ、私用事思い出しちゃった。それじゃあね、プレゼントどうもありがとう。大山にそんなおじさんがいるなんて聞いたことはない。あいつ嘘言ってる。さて、あいつが買いたいと言ってるのはあれだったのか。俺の300円のブローチと1万円のオルゴール、比較にならねえじゃねえか。ランドゴスチュポイ。おいっす。どうしたもこうしたもあるか。お前盗んだ金で女にプレゼントやるとは、男の風上にも置けねえやつだな。バレちゃしょうがないな。お前彼女が好きだったんだもんな。でもお前のような男じゃ彼女は気の毒だよ。まあ気にすんなって、みんなほどわきまえるんだな。突然何を言い出すんだ。一緒ろと言ってるんだよ。こんなことするとお前がかかってることもバーツしまうんだぞ。全然関係ない。俺は告げ口したくないだけなんだ。だから一緒ろと言っている。やだね。何、もう一度言ってみろ。ここで実なんかできるか。今まで見つからずにやってきたのに。お前が俺を刺激しないのは分かってる。だからさ、どうしても実施しないのなら俺はここで決闘を申し込む。お前正気か？俺に勝てると思ってんのか？やってみなきゃ分からんさ。いいだろう。明日の午後1時半記念館の裏で待ってるぞ。よし。バカになりながら旅転んで8号機に立った。
ての星を天下無敵の新手の星を。来たか、いい度胸だ。あの山岸さん、ちょっと。あ、涙くん、プレゼントありがとう。立ち話ぐらいならいいわよ。あの大山がこの間君にやったプレゼント、あれ盗んだ金で買ったもんなんだ。あなた、何の証拠があってそんなこと言うの？大山くんはそんな人じゃないわ。あなた、プレゼントに差がついてそんなこと言うのね。自転車、私帰るわ。泣きそうだな。こんにちは。こんにちは。この頃涙君見かけないわね。どうしたのかしら。学校も休んでいるそうね。だって言い過ぎたかしら。え、何を。あ、涙君ったら、あなたのくれたプレゼント盗んだお金で買ったものだっていうの。あなた、その人じゃないもの。涙くんたら、プレゼントの金額を気にしているのね。そんなこと全然関係ないのに。彼の気持ちもわかるけど、盗んだお金で買ったものなんてあんまりよね。そうさ、僕はうちにあったものを君にあげたんだ。ところで涙は君に何をあげたの。私の襟のブローチよ。これはモックに言ってる安物じゃないか。大山くん、なんてこと言うの。私、値段なんて全然気にしない。彼の気持ち喜んでるの。いや、ごめんごめん。もう少しぐらい奮発できそうなものになるな。私、涙くんを責めすぎたようなので謝らなきゃならないわ。必要ないよ、そんなこと。そんなこと言うやつには。そんなこと言わないで、涙くんを許してあげて。
いやいや気にしてないさ。ところで話は変わるけど、今日は一緒に帰れるかい？ええ、いいわよ。下駄箱で待ってるわ。それじゃ。本当におかしいんです。一週間前に突然、この世の終わりだと叫んで、それっきり寝たきりなんです。どこも悪くない。正常だ。仮病でもない。精神的に大きなショックを受けたと見る以外、現代学では突き止められません。いっそ東京の国立病院に入院させて、精密検査を受けさせましょうか。弟の助かる道がそれしかないなら、そうしていただきます。山口というものですけど、諸尾君どうしているでしょうか。現代学関連の昨日の病で寝たきりです。精神的ショックが大きいということなんですが、何か心当たりありません？あるかもしれません。え？とにかく諸尾君を出してください。諸尾、山口さんという女の人から電話ですよ。何？よかった、元気そうで。私、あなたに謝らなければならないわ。ごめんなさい、あんなひどいこと言って。この前、大山君のくれたプレゼントは盗んだお金だってあなた言ってたでしょ。え、どうしてわかったんですか。私、全然知らなかったんだけど、大山君、万引きの常習犯だったんですって。一昨日ショッピングセンターで捕まってしまったの。ショックだったわ。昨日会ってきたんだけど、反省していたわ。ねえ、聞いてるの？え？あ、いや、ごめん。いや、山口さんにそう言われたら元気100倍だよ。よし、やるぞ。じゃ。おい、磯山、本当に男か、本当に。え？ちょっと見せてみるよ。はい、はい、どれどれどれ。大きい！大きい！はっきり言って私の負けです。弟さんの病の原因は危険だったようですね。そうじゃないかと思ってましたよ。今日のこと、研究の価値がある。すぐレポートにまとめなければ。ボス涙、今日は練習ないぞ。あれ、変なやつだな。あいつ頭おかしくなったのか。何もしないのに機動隊には小づかれて、怖いおばさんに囲まれ、じわじわいじめられたこともありました。